うかつに前に出るから。ニュータイプ。人はそれを人類の核敵同士であるアムロレイとララースン、二人が導かれ出会ったことはニュータイプの宿命だったのか。ララならなぜ戦う。シャアを傷つけるから。そのあなたの力が示している。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。あなたの来るのが遅すぎたのよ。遅すぎた。なぜあなたはこんなにも戦えるの。あなたには守るべき人も守るべきものもないというのに。守るべきものがない。私には見える。あなたにはふるさともなければ家族もないわ。人を愛してもいない。守るべきものがなくて戦ってはいけないのか。それは不自然なのよ。ではララーは何だ。私を救ってくれた人のために。たったそれだけのために。それは人の生きるための真理。ではこの僕たちの出会いは何なんだ。なぜなど、なぜ遅れて私はあなたに出会ったのかしら。出会えば分かり合えるのに、
なぜこういう風にしか会えないのかしら。だが惹かれ合う二人の出会いは悲劇を生んだ。二人の仲を切り裂くかのように現実。ララ、人は変わっていくわ。アムロは本当に信じて。信じるさ。君とも分かり合えたんだ。人はいつか時間さえ支配することができるさ。アムロ、時が見える。ララ、取り返しのつかないこと、取り返しのつかないことをしてしまった。今の私にはガンダムは倒せん。ララ、私を導いてくれ。ララを失ったアムロとシャア。しかし、宇宙世紀レベル将軍の地に一年。発電システム異常なし。マイクロウェーブ送電良好。出力8500万ギガワットパーセカンド。発射角調整ダウン012、ライト0032。基本ターゲットゲルドルバ。ソーラレイン稼働5秒前。4321。
お前さんは戦う覚悟があるのか。地球連邦軍にいかほどの戦力が残っていようと、それはすでに形骸である。あえて言おう、かつであると。それら軟弱の集団がこのアーパオア君を抜くことはできないと私は断言する。人類は我が選ばれた有料したるジオン国国民に管理運営されて、初めて永久に生き延びることができる。これ以上戦い続けては人類そのものの存亡に関わるのだ。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせ、明日の未来のために、我がジオン国国民は戦わねばならぬのである。ジーク・ジオン。
僕だってやる。臆病なくらいな。こいつ、こいつ、これ以上やらせるか、逃がすものか。お下がりなさい。
してみせる。当たりません。戦わなくて済むのなら戦いたくない。少しはできる相手のようだ。やられるかよ。やめておきな。お前さん思想が出てるぜ。たまには熱くなるのもいいだろう。バーニングファイヤー。バカな、こんな場所で。We'll be right back.
なぜララを巻き、ララは戦いをする人ではなかった。貴様に何がわかる。Thank you.
ンダムのパイロットアムロと言ったな。どうする、あのニュータイプに打ち勝つ方法は。なら教えてくれ。シャー違うか、ガンダム。Thank you.
戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。それは理屈だ。しかし正しいものの見方だ。Thank you.
は自分がいかに危険な人間か分かっていない。素直にニュータイプのありようを示しすぎた。だから何だと言うんだ。人は流れに乗ればいい。だから貴様を殺す。逃がさんよ。こいつ小賢しいと思う。逃がすものか。本当の敵はザビ家ではないのか。私にとっては違うな。わかるか。ここに誘い込んだわけを。ニュータイプでも体を使うことは普通の人と同じだと思ったからだ。体を使う技はニュータイプといえども訓練をしなければな。そんな理屈。今ならないった。ニュータイプは殺し合う道具ではないって。今という時では人はニュータイプを殺し合う道具にしか使えん。ララは死にゆく運命だったのだ。貴様だってニュータイプだろうに。アムロとはいつでも遊べるから。
Thank you.
Yeah.
激戦の末ついに陥落したア・バオアク。もはや連邦軍を先導する指揮者はおらず、ジオンを指揮するザビ家もことごとくその命を絶った。ザビ家の独裁による支配を絶ったジオン政府はダルシア・バハロ首相によって共和制へと移行。ジオン共和国とその名を変え、地球連邦政府との和平への道を歩み始める。連邦とジオン双方ともに多くの命を失ったこの戦争、その終結にどのような意味があったのか。しかしそれは激戦を戦い抜いてきた戦士たちにとって関係のないことなのかもしれない。まだ僕には帰れるところがあるんだ。こんなに嬉しいことはない。分かってくれるよね、ララーにはいつでも会いに行けるから。今はただ安息を求める心だけを胸に、戦士たちは帰途へと着いた。そして宇宙世紀00801月1日、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。